とご機嫌いかがでしょうかって言ったら、うん、カシオペアサードですと。はい、カシオペアサードです。で、何喋るの？それで。まもなく冬のツアーが始まりますみたいな感じで、でその違いをちょっとやっていただいて、まあ、あのタイトルから言ってもらった方が言いやすいと思うので。じゃあ、まもなくツアーが始まります。冬のツアーが始まりますって言えばいいですか？はい。そうですね。さんがタイトルの違い。タイトル。タイトルの違い。その違いを言っていただいて、最後に、もしあれだったら。いや、俺はいいよ、今日。そばにいる。そばにいるだけ最後どなたかがスケジュール言っていただいて、最後に詳しくは詳しくはジンボさんにみたいな来てくださいね。で、カシオペアサードでした。はい、はい、じゃあいきます。いかがでしょうか。カシオペアサードです。まもなく冬のツアーが始まります。終わります。はい、12月12日、東京は EX シアター六本木ですね。この、コンサートはですね、オーバーザタイムズということで、タイトルで行いまして、まあ、この2部構成でね、このクリーンな音、それから、エキサイティングな音、その両方を楽しんで、それから、12月25日が名古屋ボトムライン、12月26日が大阪ビッグキャットで、ライブを行うんですけど、こっちのライブはですね、クール&ヒート、なんかエアコンみたいなのが出てるんですけど、そんな感じでですね、クールでヒートな、はい、どっちやねということでですね、まあ、これもそのクリーンサウンド、それからエキサイティングサウンドをね、織り交ぜながら、ガツンとやってみたいなと思っておりますけどね。ということで、まあ、詳しくはですね、ホームページの方をご覧になっていただければ、詳しいことが分かると思います。ということで、お待ちしてまーすもう納得じゃない。お待ちしてまーす。無理やり終わらせたんだ。ガチョン。カシオペアサードでした。いいな、これ大丈夫。はい、はい、あれ、私順番逆でした。あれ、なんか強制終了って感じだったよね。大丈夫。いや、大丈夫。